モーリー・ロバートソンとのエピソードから教えてください。ひろゆきさんや成田さんとは別のタイプの頭の良さがあると思います。彼は最近はテレビに出るためだいぶ丸くなってしまいましたが、インターネット黎明期にチベットからネット放送したり、DJ だったらアナーキーな活動していました。いつか日経テレ東で対談してほしいです。いや、モーリーさん面白いですよね。ただ僕、直接絡んだことってあんまりない。ニコニコで1回とか、ロフトプラスワンでちょっとぐらいで、多分、ちゃんと絡んだことないんですけど、フジテレビで、土曜日の深夜にやっていたレボリューションナンバー8っていう番組の第1回を見て、この人超面白いと思って、割と高校生の頃かな、見るようにしてましたね。なので割とそのおかしなおじさんで面白いなっていう感じで昔から見てる人です。というわけでお疲れ様でした。